ていうシーンの入試はそれだけでは受からない。主観で自分はこれができるっていうだけだと少し推しが弱かったりするので、うん、こう活動した方がいいよって言われてる子の方が落ちりやすいので。コスコス副塾長の西村です。本日は慶応 SFC に現役合格された高橋さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。お願いします。今回聞きたいのは、受験期に気をつけていったこと、受験生が陥りがちな失敗みたいなものを教えていただければなと思います。一番大きいのは栄養入試だけのために活動してしまうこと。というのも、大手の塾とかに通っている子とかもいると思うんですけども、そういう子が陥りやすいのが、実績が欲しすぎるがゆえに、うん、栄養入試のためにいろんなことをしてしまうっていうのがあって、うん、どちらかというと SFC の栄養入試で評価される点としては、継続力があったりとか、うん、自分のやりたいことをどれだけ長く続けてきたっていうのが勝負になってくるので、うん、栄養入試のためだけの実績っていうのは陥りやすい点かなと思います。塾に行ってる人こそ陥りやすいですか？そうですね、やはり周りの情報として、こう活動した方がいいよって言われてる子の方が陥りやすいので、そこはとても気をつけた方がいいポイント。周りが見えやすいからこそ陥りやすいです、ね、そうですね。じゃあ2つ目お願いします。1個目と関連すると思うんですけども、すごい実績しかない人、インターハイに出場したとか、テレビに出てるような人が受けたとかもあると思うんですけども、SFC の入試はそれだけでは受からないと私は思っています。逆にすごい実績があるからこそ合格するっていう認識は改めた方がよくて、それよりも大切なのは、ユニークな個性だったりとか、SFC で本当にやりたいことを持っている子であることが重要です。ユニークさっていうのはどういったことなんでしょうか？自分がこの分野に対して抱いている熱意だったりとか、その分野がすごく発展していたとしても、新しく自分なりの視点を養うっていうのがユニークさっていうポイントになったりとか、アピールするポイントとして生きていくと思っています。まあ、熱意が個性に変わったりもしますからね。そうですね。あとは次の3つ目は何でしょうか？3つ目は客観的な評価が受けれてない人だと思います。実績がないといけないっていう意味ではなくて、主観で自分はこれができるっていうだけだと少し推しが弱かったりするので、例えば周りで自分の成長を見ててくれた人だったりとか、そういった人たちから評価されるっていうことが大事になってくると思います。まあ、評価のされ方もいろいろあると思うんですけど、はい、周りの人に聞いた方がいいところも悪いところも言ってくれると思うんですね。はい、ちなみに高橋さんは誰に聞いて回りました？私はやっぱり身近で支えてくれたのが母親だったので、母親から今の自分ってどういう感じかなとかは定期的に聞くようにしていたのと、SFC の入試では推薦状が2通必要なので、自分のことを知ってくれているっていう人に対しては、自分とはどういう人間なのかっていうヒアリングを定期的に行うようにはしていました。はい、ちなみにどんな人間って言われましたか？母親からはいい意味で周りを見ずに自分らしく動いてと言われます。いい意味で。本当行動力の塊みたいな人ですね。そうですね。はい、逆にネガティブなことは言われなかったですか？ネガティブなこととしては、一つのことを没頭するとそれ以外のことがおろそかになってしまったりとか、スケジューリングにズレが出て、うまく物事が進まなくなったりしていたので、そこは周りの人からの指摘や自分なりに意識することで改善していくっていうのには努めていました。なるほど。いいところを聞けばそれがアピールポイントにもなるし、ネガティブなところを聞けばそれを直すことで自分を高められるということですね。はい、なので客観的な第三者の評価が必要だということですね。はい、では最後に、そういう陥りやすい人の特徴3つをまとめていただけますか？1つ目は栄養入試のためだけに活動してしまわないということ、はい、ね。はい、2つ目お願いします。2つ目は実績があるからといって受かるわけではないということです。はい、では3つ目、3つ目は客観的な考えを大切にするということです。はい、受験生の皆さんは以上3つに当てはまっているか当てはまっていないかで軌道修正をして頑張ってみてください。
それでは終わりにします。